南ロシア軍は戦術的、戦略的な白軍の合同軍組織。ロシア南部において1919 19年から1920年の間存続し、ロシア内戦に参加した。1919年10月の時点で最大兵力27万に達し、火砲600、戦車38、航空機72、艦船120を保有した。南ロシア軍は、 1919年1月8日に、白軍の義勇軍とドン全体軍が共同して、赤軍との戦闘に当たった結果として結成された。1919年5月17日には、南ロシア軍は南部戦線のソビエト勢力の撃滅とモスクワの占挙を目指し、大規模攻勢を開始した。5月中旬、南部戦線の軍勢は、 ブラジーミル・ギッチスの指揮の下7万3千に達し、460門の火砲を持ってドンバスへ進撃した。戦闘はドネツ川とマヌイチ川で行われた。5月17日から24日にかけて、義勇軍、ドン軍、カフカース軍からなる南ロシア軍は、アントオンデニー近将軍の総軍指揮の下反撃に、打ってで戦線を突破。 アゾフ海域からカスピ海域までの一端を占拠、ウクライナソビエトの首都ハリコフに大打撃を与えた。同時に、ソビエト軍背後のドンジョウ流ウクライナ、ボローネ州、田んぼうフ県で放棄が発生した。この鎮圧には多大な兵力が必要とされた。こうした困難な状況の連続を受け、5月から6月にかけてソビエト軍は重要な地域であったドンバス、ハリコフ、 サリーチンを放棄せざるを得なくなった。7月3日、デニーキンは自軍をモスクワへ向けて進撃させた。しかしながら、ソビエトの司令部は全力をもって南部戦線の補強に努めた。7月、その軍勢は18万を数え九900門の火砲を装備した。デニーキン軍の進撃速度は鈍った。ただ、右翼のカフカース軍が北へ突破し、7月22日に、 カムイーシンの占領に成功したのみであった。8月中旬、ソビエト軍の南部戦線は、白軍勢力の撃破とドンカ流域の支配、そして北カフカースへの敵主力の退却阻止を目指して反撃を試みた。敵が反撃の準備を行っていることを察知し、デニーキン軍司令部は、その阻止に取り掛かった。8月10日には、赤軍の背後から、 コンスタンチー・マーモントフ将軍に率いられたサーベル兵6000、重剣兵3000、下砲12門からなる第4ドンコサック軍団が奇襲を加えた。戦闘においてソビエト司令部はミハイル・ラーシェビチを司令官とする内部戦線を形成した。総勢2万3000航空機と装甲列車を装備したラーシェビチ軍の迎撃を前にマーモントフ軍はが開始。 残存勢力も、戦線を離脱せざるを得なくなった。マーモントフ騎兵隊の奇襲は、赤軍の反撃を阻止することに失敗した。8月14日、第9.1例軍、セミョーンブジョ城ン類に引きられた騎兵隊、ボルガカスピ海艦隊文献隊からなる特別集団は、ロストフ、北の防法兵ロスク、カムイーシンに大打撃を与えた。第8軍と、 第13軍の一部、ボローネシュ補強部隊からなるブラジーミルセリバチョーフの攻撃部隊は、リースキ地区からハリコフ近郊のクピャンスクへ移動した。この反撃により、ソビエト軍はハリコフとザリーチンへ再接近することに成功した。しかし、いくつかの反撃は北方へ押し戻され失敗した。南部戦線でデニーキン軍のモスクワ進撃を食い止めるのには丸1ヶ月かかった。 9月、デニーキン軍は再び攻撃を続けた。9月20日には彼らはクールスクを奪回し、10月6日にはボローネ州を、10月11日にはチェルニーゴフを占領した。北部を除くウクライナは、すでに8月に北軍によって占領されていた。10月11日、南部戦線のソビエト軍は再び反撃に転じた。2週間以上にわたり、 勝者が目まぐるしく交代する激闘が繰り広げられた。白軍は10月13日にオリオールを占領したが10月20日には早くも同志を放棄し撤退した。10月末、義勇軍の頑強な交戦はいよいよ崩壊した。オリオール、ボローネ氏を失い南方へ撤退せざるを得なかった。ドン軍の攻撃もソビエト軍の反撃に合い11月12日に極まった。 南ロシア軍の攻撃は失敗し、これにより彼らの戦略上のイニシアチブの喪失がもたらされた。1919年末から1920年初めにかけて南ロシア軍は赤軍によって壊滅させられた。残存兵力はクリミア半島に逃れた。デニーキン将軍と多くの将兵は国外へ亡命し、残る勢力は セバストーポリでピョートル・ブラーンゲリ将軍を総軍司令官に選出した。1920年5月11日、南ロシア軍はブラーンゲリ将軍のカーラなる組織に改編され、名称もロシア軍と改められた。その他、ありがとうございます。